Are you looking to empty casting? What for do you even play in anxiety? If you can make these and you stop the ceiling, then if you're sure these are not true, now you stop the energy. Oh, listen to me, that's all. I'm happy that you all know this faculty will go. Cheers, so once again, that's your own anthem. Fever grows once I fall, tiny type. Oh, listen to me, that's all.5月も中旬に入ってね、あちこちサバの情報が聞こえてくるようになりました。でもね、まだなかなかお腹ぐらいの情報っていうのがないんですよね。で、今日もまあワンチャンお腹釣れたらいいかなと思って大きい磯へ乗ってます。ここは三重浦の三重島の沖にある高台っていう磯ですね。三重島の形状を見ていただいたらわかるんですけど、ちょっと奥まった場所にあるんですよね。でもお腹のシーズンになったら結構ね、レンチャンでお腹が食ってくる磯として有名な磯です。ということで、まあお腹が釣れてる釣果っていうのは全然ないんですけど、今日もね、お腹フレが釣れたらいいなっていうことでね、狙っていきたいと思います。さあ、高台っていうことでね、磯を見ていきましょうか。バッカン置いてるんですけど、ここがね、船着きです。船着きで、こっちがね、灯台下で、あの一番沖に見えてるのが力ですね。で、こういう感じで回ってきて、ここにね、洞窟があります。洞窟の中は誰かが住んでます。住んでませんけど、っていうことで、こういう断崖絶壁があって、船着きがあって、ここにちょぼんと出てるところがあります。で、ここも釣りができるし、この船着きももちろんできますと。で、高台の一番高いところからぐるーっと回ってくると、よいしょよいしょ、このね、この向こう側が、左側が船着きなんですよ。で、ここを大きな晒しが出るところがあって、あそこですね、ここに本来釣り竿を構えたいんですけど、今まだね、潮が高いんでちょっと行きにくいもんでね、安全を考慮して餌が減るまで、船着きでやりたいと思います。10時ぐらいが今日干潮なんで、潮が下げたらもっと行きやすくなると思うんでね、最初船着きでやって、潮が下げたらあそこへね、移動してみたいと思います。もうすぐそこが、味噌島って言って、あれはもう八重浦の祖先区になります。ということでね、久しぶりの三重浦、久しぶりの高台っていうことでやっていきましょう。さあ、本日はタックルです。ロッドがガマイソアテンダー 2.5 号の53ですね。で、リールがシマロの BBX テクニウム C3000DXG、ラインがバリバスバーマックス磯 VLS プロート 2.5 号、
で結んだ浮きが、釣り券のゼクト B、下り玉もあって、潮受けウェイトスイベルマイナス G8 お決まりのガン玉のシステム 2B と G4 をね打ってます。さあ結んだハリスっていうのがバリバスハードトップ TI ミックスの2号で、針がセレクトグレーのね6号からスタートしたいと思います。さあ久しぶりの高台でございます。きっとサバまみれでしょう。5月中旬の一番サバが多い季節です。去年かな、ここの下にカメラ沈めたらめちゃめちゃグレがいました。この下ですね、ちょうどこの下、その時の映像をどうぞ。さあやりましょうか。ダイトよろしくお願いします。浮き下3ヒロですね。誘導部分1ヒロ、ハリスが2ヒロ、3ヒロからスタートです。さあ1投目からサバくんなよ。今日はいつもより薪へたっぷり持ってきたんでね、夕方まで通し釣りしてやろうかと、そういう気合でやっていきたいと思います。潮は動いてないですね。さらしの勢いで上潮がこう、この釣り勢とねどうしてもこうさらしが出るんでね、こっちへ押されるんですけど、本来やったらあっちの釣り台入るとさらしがドバーンって前に出るんでね、そのさらしの根元に立てるっていうことで前までね流せるんですけど、ここだとあの灯台下の方向へ行っちゃいますね。そうそう、昨日あの船の予約しようと思って電話したんですよ。もうそしたらなんか見知らぬ若い声の人が出て、あれ間違ったかな、どこかけたんやろと思って確認したらやっぱりカズマルさんで、あれ誰これと思いながら話しとったらね、やっぱりあの三重島とかね、東の先端とかね、そういうワードが出たんで、あ、やっぱり三重浦やここと思って、お、行ったぞ、うん、お、なんかいきなり元気につきましたよ。誰や、おっと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 、そっちはいかん、そっちまで回ってったよ、誰よ、おお、おお、なんかいきなり元気です来たぞ。回してこい、回してこい、回してこい、あ、グレーです。ファーストフィッシュ、うわー、よー突っ込むな、元気やな、春なのに梅雨ぐらいの元気、いらっしゃい、えーまさか1投目からグレー釣れるとは思わんだ。おっしゃおっしゃ、いいスタートですよこれ。
ピタッとしよう、ピタッと。はい、ゼロ合わせで。お、38っすね。いきなり38きた。いいんじゃないの今日。そうそう、さっきの話の続きなんですけど、そう、船長が代替わりしたらしいんですよ。あれと思って、誰この若い子やと思って、今日の朝聞いたらてっちゃんの息子さんで、びっくりした。すっげえ若い船長やったんですけどね。でもちゃんと磯付け去年から練習されとったみたいでね、普通にスムーズに朝も磯付けしていただきました。で、1投目こっちのね、潮が死んでる方っていうか、ワンドの方へ流れてったんで、今ちょうどねこの晒しが前にバーンって出るんで、その前の晒しのところへね今投げました。でもね、やっぱりこう道とかこういう風に取られるんで、どうしてもねこういう感じでね流れてきます。潮の流れとは関係なくね、晒しがこう出るんで、こう出て道糸がこう吹けたら絶対こっちの方へ来ますんでね、そういう感じで今浮きはどん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 こう左へ行ってます。これはね、もう立ち位置変えないとどうしても修正できないことなんで、これはもう仕方がないですね。だから必然的にこの場所へ立ったら、もうこっからこっちなんですよ。こっからこっちしか狙えないんですよ。こればっかりはもうしゃあないですね。こっからこっちを狙いたいんだったら、そこの釣り竿立つか向こうへ立たないと、これは成立しない話ですね。そっ、なれや。おお、沖へ遠投したらひったくられましたよこれ。元気なやつがおるな。誰だ。お、グレーです。1投目2投目連発グレーですよ。よいしょ、うん、スポーンって抜いたら針外れちゃったんですけどね。お長グレでした。寸法は20後半ぐらいかな、27、8ってとこですかね。いいね、お長おるな。まあこんなサイズ狙ってないんですけどね。よし、逃がしてあげましょう。ありがとう、バイバイ。昨日ね、低気圧が通過して、その低気圧が引っ張ってる前線がね、日本の南におるんですよね。だからね、ちょっと波気があるんですよ。本当にこんな波が出るような予報じゃなかったと思うんですけど、船長もね、昨日電話した時に波があるんでね、ちょっと高台までは行けないかも。おお、レンチャンや、おい、喋らせてくれ。喋らせてくれ、ちょっと。おお、元気やな。これもグレかな。お、グレですね。グレグレ。よし、タックル中で抜きましょう。せーの、よいしょ。あ、また針外れちゃった。お長や、一種ぐらいかな、30弱ぐらいのお長。ほら、綺麗でしょ。お長グレおるな、やっぱここ。バイバイ。だから今日もまあ南風、マゼがね吹いてくる予報なんで、それでねちょっとまあ波出てきたんで撤収しましょうかっていう声がかかるかもしれません。もうそしたらねしゃあないんで、帰ります。まあできたら夕方まで投資釣りでやりたいと思います。朝の数頭しかしてないんですけど、この状況を見る限りではなんかオナガの気配ありますよね。だから潮次第では今日目標の40センチを超えるようなオナガが食ってくるんじゃないかなと思うんですよね。全然波ないように思うんですけどね、時々でかいうねりがねバーンって来てるんですよね。まあここは足場が高いんで
滅多なことではね波来ないんですけど、あっちの低いところだったらねちょっと危険かなっていう感じはします。そんな状況の高台です。本当にこう長の潮が来た時っていうのはこの晒しがバーンって出てるでしょ。で今白泡がいろんなところにねもさ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 しとるんですけど、こんなんじゃないですよ。いい潮が来た時っていうのはピシッとね潮目ができて、その潮目に向いてこの晒しがバーンって出るんですよ。だからもう絶対そこを狙ってくださいみたいなね、そういう状況になるんですよね。もうそういう時はいいお腹が食ってくれたり、いい三の字が食ってくれたりしますね。本当そういう時はいい思い出しかないんでね、そういう潮がね今日も来てくれることを期待しながらやっております。さあ8時半ぐらいになりましたかね。だいぶ潮が下がったんでね、ポイント変わってきました。こういう感じですね。高台では一番右端に当たる、そういう釣り座です。この辺に幕間を置いて、でこういう風に前の潮目をね釣るような感じです。ちょうどね結構沖ですね、潮目ができてます。あっこまで流せたらねワンチャンお腹食ってくるんじゃないかなと思います。ただ今から南風が吹いてくるはずなんで、おそらく波が上がってくるでしょう。まあ何時までできるか分かりませんけど、とりあえず今はね全然できる状態なんで、程よい波気の高台の一番右で、やっていきたいと思います。疲れた。引っ越ししてきましたよ。さあ引っ越し後第一投、息切れる。しんど。やっぱ崖の登り下りめちゃめちゃ偉いよね。こんな20キロぐらいあるバッカー持ってね、しんどいです。浮きは沖の潮目へ向いて一直線です。潮目っていうかあれやな、晒しの切れ目っていうかそういう泡目ですね。まあ何にせよ仕掛けが入るところイコール巻き絵がたまるところなんで、そういうところがポイントになります。さあかかってきやがれ。いやでもねこの右からの晒しと左からの晒しに押されるんで、もう終着点はね決まってます。だからいかにしてその終着点に入れていくか、終着点の向こうへ遠投して手前へ寄せてくるのか、手前から流していくのか、はたまたダイレクトに入れるのか、そういった感じの釣りです。でもあれやな、波が正面から来るからちょっと気持ち悪いなこれ。おら食ったぞ。あれでも負けるな、全然負けるぞ。誰や、際どいとこ突っ込んでくるなお前。おおおお、グレや、グレグレ、おっしゃ。しかもお腹じゃない、ちょっと待ってちょっと待って、よっしゃ。あめちゃめちゃ起きて食いましたよ今。うわー、お腹だ。あうわー、なかなか浮いてこん。よっしゃ取れるぞ。おい、よっしゃー、よっしゃよっしゃ、お腹お腹、狙った通りやんか。
来ましたよ、オナガ。めちゃめちゃ沖で食いましたよ、今。オナガです。しゃあ。そんなね、大きくはないですけどね。待望のオナガぐらい来ました。目標のサイズはね、全然届いてないですけどね。よいしょ。37ぐらいですかね。おっしゃおっしゃ、気配あるぞ、気配あるぞ、オナガ。まあ待望のね、狙いのサイズではないんですけど、これはね、自分で釣ろうとして釣った魚なんで価値がでかいです。37ですけどね、やりました。沖の3キロ半ぐらいですね。なんか波出てきてますね。また潮一番低いぐらいの時間帯なんですけどね、こんな高い釣り座までね、波が駆け上がってくるんですよ。南の波なんでね、真っ正面からです。しかも南の風が吹いてくるんでね、これから激ヤバタイムを迎えます。うぅぅ、取り込みがあそこまで行くんやけどな。思いっきり波がぶっ飛んぞ。やばい、いろいろやばい。だってさっき一回カメラ切りましたけど、僕のはるか後ろに置いてある、全体撮ってる GoPro まで波が来ましたからね。危うくカメラ流されるとこやった。危ない危ない。さらしの切れ目がこう泡目になってバーって広がってるんですけど、今ねあっちの三重島の、沖の、三十島って言うんですけど、納屋浦の境界の三十島からこう向こうからね、いい潮がね流れてきてます。おいったぞ、おら、あめちゃめちゃ沖で食った。入ってこい。よっしゃ、誰や、スーパー元気やからお長やろ。これは抜けるかな、抜けるかな、抜いちゃえ、よいしょ、どうよどうよ、オナガめちゃめちゃ真っ青。見てください、この真っ青なオナガ、きれい、めちゃめちゃきれいな体しとる。サイズはそんな大きくないですけどね、おそらく32、3ぐらいのオナガとは思うんですけど、いやめっちゃ綺麗、ほんと綺麗。もしもし、はいはい、ああ結構上がってきとるけどまだできんことだから大丈夫。え、マジで10時半頃に着くと思うんで。あ、ほなら片付けますわ。すいません。はいはい、船長から電話がありまして、急遽ね船付け移動してきました。波が駆け上がってきて危ないと、そういうことでね、もう船長が撤収の判断を下しました。半夜の10時ぐらいの便で、撤収になります。ちょっとね、もう本当後ろ髪引かれる思いなんですけどね、今あそこ僕が立ってたところが今ここなんですけど、あっちの釣り座もちょっとね危ないかなって思ってたのは思ってたんですよ。ただ釣りができないことはないんで大丈夫ですって船長に言ったんですけど、それでもね、波上がってくるんで撤収しましょうと、そういう決断になりました。まあ船長の判断はね絶対なんで嫌だとは言えないんでね、
素直に中へ避難するか、もしくは帰るか、そういう形になります。ただね、あと30分ぐらい差を出せる時間があるんでね、ここの船着きからね、まあ向こうのね潮目は狙えないんですけどね、できる限り向こうに降っても無理か、道と荒野からな、まあちょっとね残りの時間撤収まで、ちょっとね頑張ってみたいと思います。無念や、せっかく気配あるのに。よいしょ。確かにね、波あるかないかって言われたらね、波あるんすよね。ただ釣りができるかできやんかって言ったら、ここ足場が高いんで全然釣りはできるんすよ。だからね、夕方までできると思うんすけどね。ただ僕一人を沖に残しておくわけにはいかないっていうことでね、撤収になります。めっちゃお腹食いそうなんやけどな。正直ね、向こうの釣り座で1時間もやれてないんですよ、釣り。本当に1日時間があれば40出てたと思います。そういう感じの釣り座です。あの潮目まではね絶対到達できないんでね、この辺にはぐれ罠がおらんかな。経験値1万ぐらいもらえるはぐれ罠がおらんかな。もうじき干潮なんですけどね、その干潮の今ですらこっちから波飛び越えてますわ。ただまあこの高台っていうのはこれぐらい波気がある方が食い気がええんすよ。そういう磯です。どえらい晒しやな。いった。うわなんか食ったなんか食ったなんか食ったけど誰やろ、なんか食ったけど誰やろ。え？結構重たいな。結構重たいぞ。誰や？なんかグレのような引きではないぞ。え、なんなんこれ。え？初めて釣った。ちょっと後でゆっくり見てもらいましょう。よいしょ、取れるかな。でかいな。よいしょ。届くかな。めちゃめちゃ足場高いぞ。あ、もう届かん。よっしゃ、取った。クソ波、クソ波くんな。あかん、めっちゃ魚もだ。なんじゃこれ。よいしょ。なんやこれ、重た。すんげえ顔しとる。めっちゃでかい。これね、羽子板とか呼ばれるやつやな。わかりますかねこれ、このでかさ。めっちゃでかいよ。50は楽勝超えてますよこれ。こんなの来ました。お疲れ様でした。というわけでですね、撤収になりました。せめてね、もうちょっとねやりたかった。目の前にお腹グレがいるの分かっとってね、食うの分かっとってね、さすがにね帰るのは悔しいっす。めちゃめちゃ悔しいっす。ということでね、またリベンジ来たいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それではバイバイ。よいしょ。うわー高いな。
すいません。よいしょ。確かに向こうは偉いですね。あ、もうダメね。もうダーッと上がってくる。これ南やもんでしょ。そうやね、南の風吹き出したら上がるわね。もう上がるわ、間違いなんだよ。船長の判断が一番正しいでな。横を見てもずっとまずやったもん、南やったもんね。南はやばいな、これからやばなってくるでね。でちょうど今旅館長なんですよ、一番そこでちょうど吹き始めたぐらいや。多分今から上がるもんね。